こんにちは、のぶです。今日は、この写真、ジャイブですね。これからね、ちょっとシーズン入るんでね、ジャイブでね、どんどん攻めていきましょうというふうに思ってます。で、これはね、大体みんなわかるんだけどもね。そう。でも人それぞれね、ポイントが違うんですよ。だからこの人はここのポイントっていうね、だからそれ自分がね、当てはまるところを、私ね、いっぱい毎日動画配信してるんで、それ当てはまるところをしっかり自分で、ここ俺だなと思ったら、これはもうやるしかないということなんですね。だからそれをしっかりと、やっていきましょうという話で、お話です。で、これね、ジャイブ、腰落ちてます。OK。ね、ブームの下から覗いてます。OK なんですよ。これ、ノーマルジャイブとしては形的には悪くない。でもねっていう話があるじゃないですか。そこがポイントなんだね。で、これ、でもねってね、やっぱりこれね、何気にナイキは取ってないっていうのは、これね、みんなあるんですよ。これね、なぜなんだろうね、と感じなね。第一、みんな分かってるはずなのにナイキはない。この人今こうだよね。でも本来のナイキってこうだよね。っていう話なんですよ。これのね、もうこれだって1メートルぐらい違うんだけど、こんだけ違ったらいかないよねって話なんですね。そう。だからそういうことなんですよ。だからね、これ内径がまずは通りない。これはブーム手を広く持って、そちらの方に、単純にはブーム手をさ、この辺を持ちましょう。今ここだけど、ここを持ちましょう。ここ持ちましょうって話だよね。ブーム手をね、こうやってね。うん。そしたら頭にちょっとここに来るじゃない。で、これが頭だよね。黒くなってからこうやって頭。ね。そしたらこっちの前の手がこうやって伸びるよねっていう。で、こういう。そうするとほら、もう、こんだけ違うんですよ。こんだけ内径が角度がこういう角度の手幅取っただけね。これだけでボードっていうのは回るわけ。ほんでこれさ、見てもらうと分かるけど、腰を落として一生懸命回ろうとしてるんだけど、全然レールが入ってるんですよ。フラットなんですよ、ボードが。こういうね、とこまでしっかり。だからこれね、ほんと言うと、これをさ、自分の写真が、ジャイブのこういう写真、動画でも写真でもこうカットがあれば、本当は一番分かりやすい。そうするとパッて見た感じ、あ、これ内径してるつもりだけどレール入ってねえよね。レール入ってなかったらどうやって回るのって話になっちゃうんでね。そうするとどうやって回るかって言ったら、停留続いて回るしかないんですよ。ね、フィンの水流をちょっと変えて曲がるしかない。まあそんだけなんですよ。だからボードが曲がるっていうのを100にしたら、フィンで曲がるなんて言ったら 10% か 15% ぐらいしかないわけだから。それで停留沈めて回るわけだからね。だからもうすべてその 15% 以下の 85% は全部抵抗になるわけで、回すっていうこと。そうするとこれ絶対止まるって話になるんですよ。そういうことなんですね。だからこれは何かというと腰が落ちてますね。で、まあ内径は足りてませんっていうとこと、やっぱり内径を取って、あとはね、この膝の向きとかさ、結構ね、ちゃんとね、曲がってんだね。うん。悪くないんでね。だから膝がこうやって曲がってて、しっかりこうなってるんですね。で、後ろ足もこうやってしっかりなってるんですよね。だからあとはね、この向きが悪いさね。これこっち向けないと。こっち。ノーズの方に向いてるな、これね。うん。だから、こういう風に回りたいわけだから。膝をそっちの方に向けないと。だからこれね、この写真見ると、ほら、胸のマークがさ、完璧に見えてんじゃん、こっちに。これ見えてちゃダメなんだね、実言うとね。胸がクッとこう、このマークが見えないように、マークはこっち向かなくちゃならないわけよ。自分のジャイブで曲がる方向へ。そう、こういうね、チェック入れる。だから写真でもし自分の写真がこういう写真があったら、チェック入れます。レールは入ってんのか、膝の向きはどうなのか、胸の向きはどうなのか、ちゃんとジャイブの方向に向いてんのか、頭の位置はどうなのか、ブームから下から覗いてんのかさ、そういうことを全部チェック入れるね。で、そのチェック入れて、その修正点というのを自分で本当はね、こういう風に書ければ本当はいいね。これは私この iPad でやってるんだけど、iPad で書けちゃうからいいんだけどね。うん。そうすると修正点ってすごい分かるんですよ。目線こっちだよね。この胸のマークこっちだよね。膝こっちに向けるよね。後ろの膝もこうだよね。っていう風にやればよと。で、手幅は今ここだけど、手幅ここだけど、ここに手幅を取って、こうやってやるよね。頭の位置がそしたらここに来るよね。そしたらマストの手が伸びるよね。って、こういう状態なわけ。で、こういうなるわけね。内径取れてます。ほら、すべてがうまくいくじゃない。うん。だからこういう風に書くことによって、実言うと、この形っていうのを作れる。だから絵描くっていうのは私は昔からよくやってたんだけど、まあね、あの小学校、中学校からのやつはね、授業中に絵ばっかり描いてあったわけよ、本に。いろんなスポーツの絵をね。うん。
大好きだったね、膝のこうやって、ね、膝の肘の野球部だったら肘の曲げ方、投げるときに膝の曲がり方、前足が曲がって後ろ足でくって蹴ってかかとが上がってって、そういうね、こう何スポーツのね絵を描くのが、人の絵を描くのが大好きだったから、そんなのばっかり描いてたの、うん、でもそうすることによって今思うとね、形っていうのが分かるんですよ。そうだからこれ、ね、うまく描かなくてもいいわけ、うん、私だとそんなうまくない、うまいわけじゃないから、こうやって丸描いて、ほら体がこうやって腰があって膝があって、こういうんでいいんだよね、足首ね、関節を丸で描いて、で手をこうやって描けばいいわけで、手がこうやってあればいいわけ、こういうふうにね、関節ね、首の関節、関節を丸で描いて、あとはね、なんだ、あとはこう線でつなげばいい、これだけでいいんだね。そうすると形っていうのが分かるんだね、こういうふうに描くと。そうするとね、私が今こうやってやってるように、まあこれ練習法としてね、形を作る練習法としてこういう形があるわけね。で、多分ね、これね、携帯でもね、アプリかなんかあるんだね、こうやって書けるアプリがね。だからそれ探してね、いるときは自分の写真とかさ、動画でもそれを静止画にして、こういうふうにやればよ。で、形を作る。これ結構ね、おすすめだよね。うん。もう一番重要なことは、自分の形がどんな形してるか分かるか分かんないかだから。そうじゃないと、そこの基準がないと修正しようがないんだから、うん、頭で修正したってこれどうにもならないんだからね、うん、自分の体だから動いてるんだ、これどうするかだから勝負は、うん、理屈が全部分かってたらこれ全く逆に言って意味がないんだよね。こういうふうに形を作って、その形に自分がどうなるか、でこれをね、形作って、じゃあ形になりました、絵描いてなりました、その形に自分がなればいいんだよね。今度は実践としてね、リクトレとしてその形を作ればいいだけの話よ。そうすると絶対になるんだよね。これはね、結構ね、おすすめの練習かな。よくよく考えたら私はそういう感じでね、うん、もう小さい時からスポーツ選手ね、まあだからサッカーでも野球でもさ、あのアメフトとかいろんなのがあったんだよ。その形ね、形を走ってるとかね、あと用意どんでやる時の形をね、こう人が描くの好きだったんだよねっていうね、うん、でコマ送りでそれを描いてみたりさ、あとパラパラ漫画みたいにコマ送りやってパラパラパラってやって作ったり結構してたのよ、うん、なんかそれが今に生きてるかもしれないけどね。そうで、これの場合だったら、うん、だからまあ腰の位置がここですよねって話ね。で、本来だったらこうだよね、膝が本来だったらこうだよね、体がこうだよねって話だね。ほら、形になるじゃん。足首が45度ですよねって言ったら、形なんだ。で、ここにボードがありますよねって言ったら、このボードがこうやってやって、こうしっかりボトムが見えんじゃん。で、スプレーが上がってんじゃんみたいな。こういう形になるよ。そうすると全然違うでしょ、形。この形が分かると頭の中で想像できるわけ。書くってことは想像できるわけね。しっかりと。で、そしたらそれを形に作ればいいんだよ。布団の上で。布団の上じゃなくてもどこでもいいや。今すぐそこ、どこでもいいから。この形は全く同じ。そうすると関節の角度とか、ね、足首の角度と膝の角度、腰の角度、全部分かるわけよ。こうやって書けば。そう。今回ね、この弱の話をしようと思ったんだけど、こういう練習の方法ね、書くこと、形なんですよ。とにかく形な、形をとにかく覚えなくちゃう。だから自分の写真、動画があったら静止画にして、それでそこで、丸とさ、線で、関節とさ、それをつなげる線で、形を書けばいいんですよ。ね。そうすれば完璧に覚えちゃうんだよね。で、その形に自分がなればいいわけ。これはどこでもできるわけだから。今だって今すぐできるわけだから。うん。で、私ね、一番もう小さい頃ね、小学校の頃から好きだったのが G.I. ジョーってなってますよ。G.I. ジョー。あれ知ってるかな、関節が全部動く人形。よく着せたりとかさ、あの頃だと戦争かな、ヘルメット、アメリカ軍のヘルメットかぶったりとかさ、ドイツ軍、フランス軍のさ、こう何、洋服があったりとかさ、全部そういうの、あと鉄砲があったりとかあったんだよね。それが大好きで、だからね、そういう関節動かしてね、だからそれで形を作るんだよね、ほふく前進の形とかさ。それを出してるね。だからそういうね、こう、なんかそれをね、この関節と線と関節っていうことでね、こういう絵になるんだよね。そう、だからそういうね、人形もね、今ね、結構売ってるもんね。うん、そういう関節が動くね、人形ね。うん、フィギュアってやつかな。だからああいうの持ってればね、いろんな形が作れるから、あれでね、多分勉強できます。で、それと全く同じ形作ればいいわけ。そうすると、逆に言うとさ、定規持ってたらさ、足首角度が何度なんて全部測れるわけだから、そうする。これいいな。ああ、そうしてください。うん。絵を描いて。で、フィギュア、おもちゃ屋行ってフィギュア買ってきてください。そんで形を作りましょう。うん。
それでね、結局ね、自分がどの形にいるかっていうことをまず把握しなくちゃいけない。で、把握したらどの形に直すか。そこが問題ね。自分の形が分かんなければ直し方が分かんない。いい形って言ったら誰も知ってるわけだから、ある程度はね。でも自分の形が分かんなきゃ、そこから何センチ、ね、何度、角度を変える。何センチ広く持つ、狭く持つってことができないんだよ。自分の基準がないと。そこまでね、自分の基準をしっかりと見抜くってことね、自分を知ること。そこからだから初めて、そうすればね、15度、膝の角度が足りない、手幅の広さがね、20センチ、22センチ足りない、分かるんだよ、基準が分かれば。これみんな分かってない、基準が。いい形は知ってる、みんな勉強するから。でもいい形が知ってたって、自分の形とそこが何が違うのかってみんな分かる。だからね、言うことはみんな結構言えるんだよね。あ、これはこうだ、こうだよね。教わったんだ、こうだよ、こうだよ、こうだよ。でも、いざやってみたら形が変わってねってのは、そういうことなんですよ。自分の基準を知らない。結構そういう人多いです。っていうかね、かなり9割ぐらいの人が自分の形が分かってない。だからね、私がこうやってさ、言って、手幅じゃあ30センチ取ってください。いつも30センチ取れないんだよ。だ、自分の基準がないから。30センチってぼやり、あ、30センチで数字は分かるけど、それが手幅がちゃんと取れるか取れないかっていうのは、その自分の基準がないから30センチが分かんないんだよね。っていうことです。ね。ちょっと、少しちょっと熱くなっちゃったね。でもこれね、結構いいポイントだったんです。練習するポイントとして。自分の形を知って、そこからね、こういう、人形でも線でもいいです。絵を描いて。で、自分がこの形になるには、ね、何センチ、何度っていう、ね、そこまでね、考えてくれると形になりやすいね。で、それを必ず実践でやってください。形を作ってください。実践でね。頭の中じゃなくて、ね、この段階踏みは必ず上手くなります。これ間違いないと思います。ちょっとやってみてください。以上です。